プライムタイムエミー賞作品賞は、プライムタイムエミー賞の部門の一つ。テレビドラマ作品自体へと賞が贈られる、エミー賞の最重要部門の一つである。その年、アメリカで放送された、最も優れた、ドラマシリーズ5本を候補に選び、その中の1本に、この名誉が与えられる。1961年の未受賞作は2本。1957年と1965年は、 受賞作が選出されなかった。もともと最優秀作品のための部門は一つしかなかったが、1952年より作品賞はドラマシリーズ部門とコメディシリーズ部門に分割された。1958年はベストドラマティックシリーズ with continuing characters とベストドラマティックアンソロジーシリーズの2部門に分かれており、1959年は ベストドラマティックシリーズレ e s ン than o と、ベストドラマティックシリーズワンアワー u アロンガーの2部門に分かれていた。1958ベストドラマティックシリーズウィズコンティニューイングキャラクターズ、ベストドラマティックアンソロジーシリーズ1959ベストドラマティックシリーズレ e s ン than o ベストドラマティックシリーズワンアワー u アロンガーありがとうございます。